三島ダムは千葉県君津市の二級河川小糸川に建設されたダム。灌溉目的で作られた包み高25.3メートルのアースダムでダム湖の名称は三島湖。干ばつに悩まされていた小糸川流域の町村長らが1936年に灌溉用ダムの建設を千葉県知事及び農林大臣に求めたことがきっかけとなり、 1943年に建設着工。太平洋戦争の影響による中断を経て1955年に竣工、翌1956年に満水式が行われた。その後用水路の新規建設などが行われ、1968年に完工した。包み高が約25メートルと低く、ダムがあることに気づきにくいと言われている。また、 余水破棄の長さが122.6メートルと、ダム自体の包み町長とほぼ変わらないほどの長さである、ことも特徴。ダム湖の三島湖は、ヘラブナの釣り場として知られ、周囲には遊歩道も整備されている。2018年5月15日、三島ダムの放流設備に亀裂が生じ、ダムの水が漏れ出ていることが確認された。当該箇所は2015年度から2017年度に、 かけて、壁面を補修したばかりである。県は24時間の監視体制を敷き、水門の開放やポンプを設置するなどして、ダムの水位を低下させるとともに、応急工事の実施を計画しており、ダムの下流地域に対し注意を呼びかけている。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。三島湖に関するカテゴリー、ありがとうございます。